今回はさつまいも農家さんにお邪魔しています。レシピのヒントを見つけたいと思います。藤沢ご飯では初めてのさつまいも収穫になります。それでは行ってみましょう。収穫ゴー。市川さん、今日はよろしくお願いします。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。というわけで、今回はさつまいもを生産している市川勝さん、清子さんご夫妻の畑にお邪魔させていただきました。やはりさつまいもはこの時期が一番美味しいんですか？秋が一番美味しいですね。秋から冬にかけて。秋以外夏なども収穫はできるんですか？はい、早い時期っていうことで7月下旬から我が家では収穫しており、ワイワイへ出荷しております。どんなさつまいもを育てていらっしゃるんですか？今育てているのは紅あずまっていう品種を育てております。私が紅あずまの味が好きなもんで紅あずまを育てております。ホクホク感がすごくいいです。ということで、ホクホク美味しいさつまいも紅あずまの収穫をお手伝いさせてもらいました。さつまいもはね、水はけのいい土地で日当たりのいい土地がいいんですよね。美味しいさつまいもの見分け方はあるんでしょうか？なんか芋がね、少しあまりスルッとしてなくて、ちょっとゴズゴズしたようなさつまいもの方がちょっと美味しいかと思います。台風も来たと思うんですけど、今年のお芋の出来はどうですか？今年はお芋の出来は大変に良い年ですね。それは嬉しいですね。美味しいお芋食べられますね。さつまいもの甘さを引き出すおすすめのレシピとかはありますか？そうですね、私はよく大学芋を作るの好きだったんですけど、このところお砂糖と梅で煮るんですね。そうするとちょっと甘酸っぱい感じなんですけど、色も綺麗に上がって美味しいです。はい、たくさんの美味しい紅あずまを収穫できたようですね。さつまいもの甘みを生かしたレシピを考えたいと思います。ホクホク感を生かしたレシピを考えたいと思います。私も大好きなさつまいも楽しみです。それでは藤沢ご飯お楽しみに。